大阪江口の声優プレイ。そんな声出したことないでしょ。出させてくださいよ小野坂さん。ええー、のよ別に。だから本当にいや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 毎回思うけど、いや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 大阪江口のテイキングプレイ。顔やめてください。顔芸やめてください。どうなの、暑くなってまいりましたね。江口さん、どうなの。暑くなってきましたね。夏そんなに好きじゃないんでしょ。夏は苦手ですね。うん、やっぱりこの汗かくのが分かる、嫌なんですよ。うん、運動とかも。え、だからバスケやってたんでしょ。でもバスケはやってました。バスケは大好きなんじゃないの。ヘイ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 。いや違うんです。パスパスパス。いやパスパスじゃないんですけど、あの置いてくるように。ああ、そうです、置いてくるように。そうです、やらされてましたね僕は。え、でも入ったの自分から入ったんでしょ。はい、強制だったので。なんかに入んなきゃいけなかったの。運動部なんか今は分からないですけれども、うんうん、やっぱりその、うん、部活動は必ず入りなさいみたいな。うちもそうだった、そうだった、はい、うん、それでなんかそのおとなしい部活入りたかったんですけど、うん、やっぱ田舎だったのでそんな数なかったんですよ。背大きいしね。はい、そしたらもうまあ親父もずっとバスケやってたんで。かっこええ、大学までずっとやってたんです。親子2代でバスケ。かっこええ。いや、そう聞いたらかっこいいですけど。憧れちゃう。だから、うん、まあ、僕もまあまあやってみるかという感じで入りましたけれども。すごい。もうそこから地獄の日々ですよ。意外にきついからね、コートずっと往復だからね。いや、だからやっぱりその技術的なものも練習するんですけど、うんうん、どっちかっていうともう7割ぐらいは走ってましたね。根性ですよ、だって。根性、体力がついてしょうがなかったですね。もうスポーツってほとんどそうですよ。めちゃくちゃ筋トレとマラソンとって。いや普通ですよ、ずーっとやってて。僕なんか陸上ですからずっと走ってますよ。うわ、何の楽しみもない最終終着点に。いや本当にね、大変ですよね本当に。小野坂さん、はい、以前、はい、はいよ、びっくりした。びっくりした。ハーバリウム対決、あー、やりました。やらされました。これこそやらされましたよね、うん、はい、覚えてらっしゃいますか、はい、あの声優プレイのチャンネル対抗でやりました。この番組に出演している声優たちみんなで、うん、ハーバリウムを作って野沢雅子さんに、審査していただきたい。審査していただくと。思い出しましたけど、あれ僕らが冗談で言ったやつですもんね。軽いやつ一つ考えておいた方がいいね。軽いパンチ欲しいですね。かわいいドライフラワー対決。ドライフラワーをどれだけ可愛くあの瓶に詰められる。素敵なんてやりたかったんだなんつって。はい、あのこれは絶対に選ばれないだろうと。それがなんとですね、うん、実際に野沢さんの審査の動画があるらしいと。いや僕は、はい、その青鬼プロダクションなので、はい、大先輩の動画見ないわけにいかないので、はい、うちの事務所からメールが来て、はい、見せられましたよ、それ。じきじきに。もう俺怖っと思って。いや僕も、うん、もう出ましやりますよっていう動画がバンってこう来た瞬間にもうすぐに見に行きました。あ、見た。急いで急いで、これは一大事だぞ。声優プレイ全ハーバリウムのさ、その歴史ってすごいまだ浅いでしょ。いや、もう僕ハーバリウムというもの自体なんか初めて知ったぐらいですよね。はい、うん、なんでこんなさ、オイル漬けに、多分あれだからホルマリン漬けからでしょ、あれ絶対。どうなんですかね、期限は分からないですけど、カエルのホルマリン漬けだよ絶対。これがカエルじゃなっけ、犬にお花だったらいいのにっていう女の子が作ったんや、多分。どうなんですかね。だっていつまでも、はい、中のものの色が、はい、変わらないようにしたいっていう、これ男の発想ですよね。色あせないように。うちの彼女がずっと色あせないでいてくれっていう 無理なお願いですよね。そういうことなんですか。そのね、邪念を感じます僕は。邪念を。ハ
ーバリウムは邪念の塊だった、ね、うん、僕はもう本当に植木の方が好きなので土があるところに生えてて、はい、あの色を変えていくっていうものの方がいいと思う。なるほど。ハーバリウムはもう本当稚拙な男の考えですよね。本当に分からないです。もしかしたらものすごい歴史深いかもしれないです、うん、そんなこと言ってもしかしたら、ね、北欧のみたいなねこれ惜しいな。いやこの時さ知らないわけでしょ。でもこれ女の子が作ったか男が作ったかっていう大体わかるじゃないですか。はいはいはい。この野沢さんのこのさ評価ってものすごく難しいだろうね。難しいでしょうね。これはだって女の子傷つけるわけにいかないじゃないですか。だから女の子っぽいのはやっぱりあんま変なこと言えないじゃないですか。確かにそこ気使いはんねやろうなと思って。早見しょでも早見さんらしいです。あの紫色入れるかなっていうねイメージ的にね。繊細なところがあるじゃないですか。いや一つ一つのやっぱコメントが的確ですよね。的確ですよ。やっぱよーしってはんなっていうね、人のことを、はい、いろんな色とか素材が合わさって世界ができている。何を言ってるかわからないですけどねこれはね早見さんの、はい、してくれたら僕のだとわかるはずです。これ野沢さんこれ言われても困ると思うんですよ。メッセージってそのためのやつじゃない、いやそうです なかったじゃないですか、はい、そうですね。で俺らも作った後これ野沢さんに見せるんですけど、はい、じゃあ一言添えるとしたら、はい、みたいなこと言われてね。いやもう本当にさらっとね、うん、こんな大ごとになるとは思わなかったですからね。そうですよ。第7位なんだ、うん、第7位来んのかな。あれがおかしなやつがそろそろ来ますかね。おかしなやつこれ情熱。あ違う。あこれ女の子。それであのねこれスタッフもね悪意を感じる置いてるものに中にねおかしな絶対入れちゃおかしくなるよっていうやつを、はい、置いとくんだもん。ただそのおかしくなるやつはこう見ると可愛いのよ、はい、ただオイルの中に入れちゃうとおかしいのよ。それを置いとくもんだからさ、まあ、確かにそれみんな使いたくなっちゃうじゃん、でオイル入れてからあれって思ったけど完成ですっていうわけなんですよ。だそれはあかんで悪意があるのよ。まあもう悪意しかなかったですね。胸に秘めたる情熱の熱さを。こういうもう平川君とか真面目やからさ、絶対こういうのさ野沢さんに合わせてくるじゃないですか。それですよ。これはねもうマジでこうやって作って野沢さんに選ばれなかった時へこむで多分。いや多分俺、ね、あのみんなが作った時にあれこれあれ好きなんだけどちょっと詰めすぎかな。詰めすぎかな。野沢さんちょいちょい詰めすぎをやっぱ気にされるんですよ。いやそりゃそうだよ、はい、ほら人類が見ているところや生命の力強さを野沢さんこれあのマジで言ってるんじゃないですよこれ。やめてください。読まないでください。キラキラしてぞ。言っちゃった。言うなって言ったじゃん。お前撮った時やばいぞお前。クジラとかなんて言ったのに。そうなんですよね。クジラじゃないですね野田さんそれ。どっちか。あどっちかだった。うわ。そうね。整合性が取れてないもんね野田さんね。これ面白さを狙ったんですよ。うわ寒い。一番言われたくない。面白さを狙ったんでしょうねって一番言われたくない。誰が作ったとか言わないって言ったじゃん。怖すぎる。よくないですよ。これゴリラが守るもの。あ違う。何ゴリラが守るの違うでしょ。これ違うでしょ。ゴリラが守るものって何これ。割となんでゴリラが出てきたんでしょうね。俺のゴリラ使ってんの。どこにゴリラいてんのこれ。うあとね、これ B 選ぶセンスが良くないね。この B は選んじゃダメよ。高木ゆりかちゃん。あ、そうでもないです。女子。どうしたんですか。女子か。え、小野瀬さん、今なんておっしゃいました。あの B のチョイスが可愛らしいよね。よろしく。やっぱり可愛らしい。さすがですね。さすがです。女子の感覚。B のやっぱチョイスが良くない。白いお花が入ってるじゃないですか、はい、女子っぽいですよね。白いお花ってやっぱりね純潔を争う、ね、ゴリラ守ってくれますね。ゴリラ守ってくれますよ。いつでもゴリラは守ってますよ。守ってますかね、うん、ここからですからね。俺も確実に俺ベリやと思ってたんですよ。
もうここまで残ったら、まあ、そうであってほしかったですけど、野田さんがもう、はい、俺のって分かってんだろうなと思って、これいいんです、大阪君ね、なんかまたいたずらみたいなことしていくんだろうなと思って、それで分かってんだろうなと思って、はいはいはい、これをビリにしとけば、うちの事務所だしね、俺だったら別に傷つかないじゃないですか。だからそう考えてらっしゃるのかなと思って。なるほど、楽しかったと思います、うん、私的には好きな、これ女子、女子やんな、これはどうですかね、これ女子ちゃう、じゃん、ガッタ、あ、ケンユ、全然違う、あんた珍しいねっていうの、意外ですよ、ケンユが、これは意外ですか、意外です、このなんか話もめちゃくちゃ面白かったですね、お二人の関係性が垣間見えるような、はい、だケンユさんがあの駆け出しの頃からもう知ってらっしゃるから野沢さんがすごいな、かわいい、なんか僕って言われてた頃から知ってるからね、ケンユさんはケンユは新人の頃、ね、いやすごいな、うん、私のそばに、うん、新人の頃ですか、そうです、もう本当に新人です、想像できないもんな、うん、もらってるかなっていう時に、うん、でもいい声でね、彼は、うん、そう、若い頃からいい声なんだ、すごいですね、先輩に好かれる、そうね、こっていうとか後輩は好かれますけどね、ケインさんはね、はい、うん、申し訳ないのはもう一人のこのやつが申し訳ないだけどね、ちょっとシンプルにスタッフ悪意があると迷うってあれだから野田さん結局1位と2位どっちにしようかなっつって迷ってらっしゃるのに、はい、最後のやつとこうね選ばせるっていうのはダメよ、あれ、いやそうですよ、順番にやっていかないと、ないんだけど、この水の中に意外性でしょ、意外性ね、それで私残したんです、上にゴリラどうですか、野沢さん、上にゴリラ、上にゴリラどうですか、上にゴリラのことについてね、上のゴリラどうですか、これがね、うん、何、これがすごく効いてますよ、ね、うわー、ほんまは入れんの忘れたんです入れんの忘れたから入れんの忘れたか ら、 だから、うん、草食動物を狙っている、俺のは説明なんですよ、上のゴリラが霊長類をイメージして人間が管理している野沢さんのリアクション予想、あら、かわいいわねお、ほんまこう書くな、絶対これ絶対やかんで、これやったらよくないですよ、うん、はい、あります、はい、私なんかもうあまりにも古すぎちゃってちょっと距離がありすぎるんですよね、そんなことないですよね、とってもね、あの言葉遣いやなんかでも私なんかに声かけてくれるときにでもあのなんかドラゴンボールのね、よく大昔の時にね、まだ俺がガヤしかやってない頃にねいや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 、もうちょっとうちの事務所でちょっと河野さんちょっとやばいっすわ、よくないですよ、河野さんすごい大事にしてる方なの違う事務所から入っていらっしゃって、ちょっと大事にしなきゃいけないのに、いいから残したんです、わざわざ、ほらほら、これスタッフよくないよ、これ言ったじゃないですか、ちゃんと野沢さんは最後から決めていかれる方なので、そうですよ、決まってんじゃないですか、だから早見さんビリですよいや、この転落劇も面白かったな、優しいな、野沢さん、いや早見さんだったらね、知り合いだからねビリにしてもね、すごいな、うん、声優プレイ、ね、声優プレイって言わすな、こらお前大レジェンドだぞ、うちは、うちの、うん、パッと見た瞬間に、うわー嬉しい、なんかこういう動物園みたいなのがあったらいいのにな、ね、って思いましたね、ぜひぜひ作ってくださいよ、そうですよ、僕はもう動物園作りますもう俺がもう作りますよ、野沢に言われたらもう、野沢雅作の声優プレイでした、楽しかったよ、マジですか、うん、またやろうな、いやいやもう二度とはい、というわけで、はい、ありがとうございました、野沢さん、ありがとうございました、いやいやいや、ご覧いただきましたけれども、あ、ここで改めましてその時の作品が僕のだけですか、ねえこれさ、あの、あ、野沢さんの作品は野沢さんがお持ち帰りになったそうです、嘘でしょ、
家帰ってはしませんしません家帰って本心から気に入られてそれはもう第1位ですからバーンゴリラは気に入られたいやいやもう大切に保管されているといやいやもうということでねお母さんの心をわしづかみにしたメッセージを、まあ、野沢さんはもうねあの小野坂さんの作品をねもう家に持ち帰ってますからそれはやっぱり先生として作品を生み出した先生としてやっぱり一言はいただきたいなと野沢さん僕の水中にある動物園楽しいと言ってくれてありがとうございますこれからも青鬼プロダクションの一声優として精進してまいりますありがとうございました、ね、やっぱ声優やからね顔出したら見れなくなっちゃってるじゃないですかカメラ見れなくなってるじゃないですかお前がもしこうだったら言えんのかお前がうちの事務所の若手として入ってきてて野田さんが審査してお前の作品を1位にしたとしてお前だったらやれんのか僕だったらもう絶対できないですね無理ですということで本日は以上でございます、はい、これ1本にするんですか1本にするみたいですこれが1本みたいですねちょっとだけ野沢さんに謝っていただいてよろしいですか、野沢雅子さん大変申し訳ございませんでした。一流声優って花江くんとかでしょうあ、僕 A だけでいいですか。うまチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。